皆さんこんにちは。今回は編み込んで作るネックウォーマーをご紹介していきたいと思います。ところどころコツをご紹介していますので、ぜひ動画を飛ばさずに最後までご視聴ください。それでは早速作っていきましょう。今回使う毛糸です。キママな羊ちゃんセリアで売っていたものになります。かぎ針は7号のサイズを使っていきます。まずは鎖編みを95回編んでいきます。この時できるだけ緩く編んでいくようにします。全部で95目編んできました。下が透けて見えるぐらいゆるゆるで編んでいます。これで次の段を編んでいきます。まずは立ち上がりの1目を編みます。そしたら裏に返して立ち上がりの次の目の裏山にかぎ針を入れます。2本同時に引き抜いて引き抜き編みをします。これの繰り返しで編んでいきます。裏山にかぎ針を通して2本同時に引き抜きます。この時もなるべくきつく編まないように、ゆるく編むことを意識しながら編んでいってくださいね。こんな感じで最後の方まで編んでいきます。最後の方まで編んできました。最後の3目も編んでいきます。はい、これで1往復編み終えたことになります。次の段を2往復目を編んでいきます。立ち上がりの1目を編んだら持ち替えて鎖の向こう半目にかぎ針を入れて同じ引き抜き編みで編んでいきます。こんな感じで最後の方まで同じ編み方をしていきます。2往復目の折り返し地点まで来ています。最後の1目を編んでから立ち上がりの1目を編んで持ち替えて鎖の向こう半目に引き抜き編みをして戻っていきます。2往復編んできて最後の1目、ここは立ち上がりの1目で埋もれてしまって見えなくなっているので、小さめのかぎ針を使って出してあげます。糸を引き出してもらって7号に持ち替えて編んであげると編みやすいと思います。次の段を編むときは立ち上がりの1目を編んでから編んでいきましょう。今編んできた2往復も合わせて全部で6往復編んでいきます。
目がきつくなりすぎない編み方をやっていきます。まずは同じように向こう半目にかぎ針を入れたら、引き抜くときに右手かぎ針を持っている手を上に力を加えた状態で糸を引き抜きます。そうすると鎖が少し緩めに編むことができます。これの繰り返しで、引き抜くときはかぎ針を上に持ち上げた状態、力を入れた状態で糸を引き抜くと緩めに編むことができます。慣れるまではこの編み方で編んでいくことをおすすめします。6往復目、最後のところまで編んできました。残りの4目も同じように編んでいきます。最後の1目は埋もれてしまっているので、小さめのかぎ針を使って引き出してあげましょう。最初の鎖編みから全部で6往復編むことができました。裏はこんな感じになっています。これを1本として考えます。次の2本目はこのまま糸を切らずに編んでいきます。まずは同じように立ち上がりの1目を編んでから持ち替えて、まずは3目目を拾って編んでいきます。同じように3目拾って編むことができました。この後は鎖編みを編んできた3目を含めて95目で編んでいきます。なので鎖編みは92目で数えて編んでいきましょう。1本目を編んだ時と同じようにゆるゆるで編んでいきましょう。これで95目まで編めたので、立ち上がりの1目を編んだら裏に返して、立ち上がりの1目の次の目の裏山にかぎ針を通して引き抜き編みをします。あとは同じようにして編んでいきますが、ゆるく編むために右手のかぎ針は上に少し引っ張った状態で糸を引き抜くようにします。そうするとゆるく編むことができるので、慣れるまでは右手に力を入れたまま引き抜くを意識して編んでみてくださいね。1往復目を編んで帰ってきてるところです。残りの裏山は4目残っているので、同じようにして編んでいきましょう。
裏山部分が編み終えたら少し向きを変えてもらって、今度は鎖の向こう半目にかぎ針を通して引き抜き編みをしていきます。最後の目も埋もれて見えなくなってしまっているので、小さなかぎ針を使って引き出してあげます。次の段を編むときは必ず立ち上がりの一目を編んでから編み始めます。あとは同じようにして1本目を編んだ時と同じように全部で6往復編むようにします。2本目最後の6往復目の終わり部分を編んできているところです。ちょうどこれで一玉目を編み終えるところになります。最後は目が取りづらいので小さなかぎ針を使って引き出します。これで2本目を編み終えました。一玉目の毛糸の残りがこのくらいになります。新しい毛糸を継ぎ足して編んでいくことになります。簡単に結べてほどけない糸の結び方は別の動画にしてあるので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらを見ながら糸を結んでみてくださいね。ここからまた3本目を編んでいきます。まずは必ず立ち上がりの1目を編んで持ち替えて、まずは3目拾って編みます。ここから鎖編みだけで92目を編んでいきましょう。鎖編みを編むときにどうしても緩く編むことができないという場合は、かぎ針の号数を1つ上に上げて編んでみるといいと思います。鎖編み92目を編み終わったら、かぎ針を7号に戻して編んでみてくださいね。こんな感じで紐をあと3本、全部で5本になるように編んでいきます。全部で5本編み終えることができました。これを今度は編み込んでいきます。
この編み方は力加減によって仕上がってくる長さがちょっと変わってきやすいです。少し伸ばしてもらったり、これから編み込んでいくので、そんなに長さきっちり合わせなくても大丈夫かなと思います。まずは真ん中を交差にします。次は右端を交差にします。今度は左端を交互になるように重ねていきます。右端の紐も交差になるように編んでいきます。2本と3本にきれいに分けることができたら、今度は右端を交互になるように中央に持っていきます。1本編むごとに3本と2本きれいに整えてから、一番端にある紐を中央に持ってくるようにします。形を整えながらやっていくといいと思います。最後の方まで編んできたら、長さが合っていないので少し長さを整えてあげます。全体的に形を整えていきます。大体同じ幅で編み終えることができました。端の方はバラバラにならないように留めておきます。真ん中に交差してある紐が1、2、3、4、5、6個になるようにしています。人によって長さはまちまちだと思うので絶対な数ではありませんが、私は6個の数で編み終えることができました。今回はここまで。次の動画では上の方をつないでいくところから始まります。